アメリカンフットボール。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快足を武器にした少年が主人公でした。それに魅了された友が、巨漢が、悪漢が集まり奮闘し、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のために一度は離れた仲間が戻り、脇を固め、並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界が生まれようとしています。かつてお手配されたあのおとぎ話のような世界がここに再現されようとしています。もしかするとここから世界は劇的に動き変わるのかもしれません。令和4年4月3日、神戸王子スタジアムにて 2022X リーグディビジョン3ウエスト第1節、本日の2試合目になります。愛知ゴールデンウィングス対大阪府警シールズの一戦が14時キックオフ予定で試合を今控えております。両チームの紹介をさせていただきます。手前側に陣取っております黒のユニフォームが愛知ゴールデンウィングス。愛知県に拠点を置きますクラブチームです。この4期間、特にコロナ禍の交流戦の時期も含めましての続きにおいて、X3 のブロック優勝を果たしております強豪チームとなっております。かつては大パーツ、現在のお隣、福岡サンズと、あと1点差まで迫る大熱戦を演じたチームでもあります。あと一歩というところで、毎年入れ替え戦において苦杯を舐めておりますが、今季こその5度目の正直に挑もうというその一戦になります。対しまして向かい側に陣取りますホワイトのユニフォームをまとっておりますのが大阪府警シールズ。大阪において大阪府警を舞台にしておりますクラブチーム形式のアメリカンフットボールチームです。逆にこのチームはこの3年間サミットあるいはこのコロナ禍対応のためにシーズンに参加することができませんでした。これが3シーズンぶりの復帰戦となります。その試合感が果たして戻っているかどうか不安視されておりましたが、春におきまして行われましたジュニアトーナメントにおいて変わらぬ奮闘ぶりを見せ、本気に期待を抱かせるチームとなっています。この両雄による一戦が間もなく行われます。現在試合開始前のコイントスを行っております。先ほど第1試合が Wi-Fi の環境の問題がありまして途中配信が止まっておりました。この点誠に申し訳ございませんでした。日本に来まして試合に開始しましたがクォーター単位で動画をブログ内にアップしたいと思いますので、ぜひこちらの方も続きをご視聴いただければ幸いに思います。試合はまず愛知ゴールデンウィングスのキックオフから始まります。キッカーを務めますのは愛知ゴールデンウィングス、キッカー2番毛利が務めます。名城大学出身、かつてキッカー専任でありながら名城大学のキャプテンを務めた逸材です。さあそして大阪府警リターン、このリターン粘りまして、ディビン35ヤード付近までリターンいたしました。この時点からの攻撃となります。アメリカンフットボールは攻撃と守備に分かれて行う競技です。ボールを持った選手が倒れるまでを1回とし、攻撃はファーストダウン、セカンドダウン、フォースダウン、サードダウン、フォースダウンとその回数を表します。攻撃権は4回、4回で10ヤードを前進し、相手陣地10ヤード進み攻撃権を更新するか、相手陣地奥深くにある得点エリアエンドゾーンを目指します。まずは大阪府警シリーズファーストダウン10、まず中央へのランプレーを選択しました。オフェンスの選択肢は基本的にはボールを持って走るランプレー、そして前に投げるパスプレーの2つです。まず大阪府警は手堅くランプレーを選択しました。ゲインは約1ヤード。ボールを持った選手が倒れたまでを1回とし、その倒れた地点までを前進距離とします。前進をゲイン、後退をロスと表現します。大阪府警、セカンドダウン9、2回目の攻撃に入ります。攻撃権更新には残り9ヤードの前進が必要。
ここで大阪府警ボールをランニングバックに投げ渡そうとしましたが、ここでボールが乱れました。かろうじてその受け取ろうとした14番が抑えまして、攻撃権は確保しておりますが、結果的に約4ヤードロスとなっています。このようにボールを持った選手が倒れたところまでを前進としますので、倒れた地点が最初よりも後ろであれば交代する形になります。大阪府警結果サードダウン14、攻撃権更新には10ヤード前進が必要という状況に陥りました。これを突破できるでしょうか、大阪府警シールズ。キュービーストライク。ここで大阪府警はパスを投じようと後ろにクォーターバック下がりましたが、これを見まして愛知ゴールデンウィングス45番がキュービーサック、パスを投げる前に倒しました。見事なキュービーサック決めました。愛知ゴールデンウィングス45番は山田、名古屋商科大学出身のプレイヤーです。大阪府警フォースダウン19、パントフォーメーションを選択します。パントはキックによる攻撃放棄のプレーです。愛知リターン、1番がリターンします。愛知リターナー1番、ハーフウェイを越えたところでアウトバーンズ、外へ出ました。この地点からの愛知攻撃に変わります。パントは攻撃放棄になりますが、結果的にそのキックにより陣地挽回を図るプレーです。しかしこれを愛知ゴールデンウィングスリターナー1番が見事にリターンしまして、中央付近からの攻撃と変えました。見事なリターンを決めました。愛知ゴールデンウィングスリターナー1番は勝本、関西学院大学出身。変わりまして愛知ゴールデンウィングスの攻撃となります。愛知ハーフウェイからファーストダウン10、1回目の攻撃に入ります。まずはランニング枠に渡して左オープンへのランプレー。キャリア27番、相手タックル浴びながらセカンドへフォード、粘り腰で約4ヤードのゲインとしました。見事なランを見せましたランニングバック27番は高橋、東京工業大学出身のプレイヤーです。愛知相手陣46ヤードからセカンドダウン6、2回目の攻撃に入ります。攻撃権更新には6ヤードの前進が必要。パス不成功。クォーターバック13番、ここでミドルゾーンへのパスを投じました。ターゲットへのパスは届きそうでしたが、しかしわずかにショート。86番キャッチをできませんでした。投じましたクォーターバック13番は吉田、名古屋商科大学のプレイヤー。そしてターゲットでした86番の山田は滋賀大学のプレイヤーでした。前パスを失敗しますと元の地点にボールは戻り、攻撃権は1つ進みます。したがって愛知サードダウン6、3回目の攻撃に入ります。クォーターバック13番、パスを投じようとしましたがターゲット見つからずスクランブル、緊急発進のランプレーを展開しました。ゲインはしていますが攻撃権更新には至っておりません。フォースダウン4回目の攻撃に入ります。スクランブルしましたクォーターバック13番は吉田、名古屋商科大学出身のプレイヤーです。愛知フォースダウン3、パントフォーメーションを選択します。ボールオンは相手陣43ヤード。このパントはコントロールよく相手陣10ヤード付近のところで外へ出まして、この位置での攻守交代となります。
攻守変わりまして、今度は大阪ガスの攻撃です。大阪ガス自陣11ヤードからファーストダウン10、1回目の攻撃に入ります。自陣エンドゾーン近い位置からの攻撃となりました。大阪ガスファーストダウン10。まずここでまず中央へのランプレーを展開します。体力を生かし中央突破しました。ランプレー約3ヤードの原因となっています。パワーラン見せました。キャリアは29番の選手でした。29番、木村、京都産業大学出身。大阪ガスセカンドダウン7、ボールオン自陣15ヤード。再び中央へのランプレー、同じくキャリア29番に戻せ、中央へのダイブプレーで確実に約3ヤードの原因としています。続けてダイブプレー決めました。ランニングバック29番は木村、京都産業大学出身の41歳のプレイヤーです。大阪府警自陣19ヤードからサーダウン4、ここでホイッスル。レフリータイムアウト、水分補給のためのタイムアウトを入れます。ここで審判団によるウォーターブレイクのタイムアウトが入ります。アメリカンフットボールは熱中症対策で審判団の判断によりクォーターの半分でタイムアウトを取ることが許されています。レフェリータイムアウトを解けまして試合再開となります。大阪府警自陣19ヤードからサーダウン4。パス不成功。ここでプレーアクションのパスプレー、ランに見せかけそこからパスを投じました。タイトエンドをターゲットとしたパスでしたが、このパスはわずかにオーバースロー、パス失敗でフォースダウンに変わります。大阪府警フォースダウン4、パントフォーメーションを選択します。このパントは自陣に脱することができず、ハーフウェイ付近で攻守交代となります。攻守変わりまして愛知ゴールデンウィングス、相手陣48ヤードからファーストダウン10。ここでホイッスル。チームタイムアウト、大阪府警シール前半1回目です。大阪府警ここで前半1回目のタイムアウトを取りました。アメリカンフットボールは双方ともに前半後半に3回ずつタイムアウトを取ることが許されています。
大阪府警前半1回目のタイムアウトを使いました。愛知ファーストダウン10、これは大阪府警ナイスディフェンス。愛知ここで中央へのランプレーを展開しようとしましたが、これを大阪府警見事なアジャストで約4ヤードロスとしています。愛知セカンドダウン14、ボールオン自陣48ヤードの地点となっています。インターセプト、あ、失礼、パス不成功。ここで愛知中央へのパスを転じましたが、これはあわやインターセプトになるというプレーでした。大阪府警ディフェンスバック4番の見事なパスカットによりパス不成功です。パス失敗によりサードダウンに変わります。素晴らしいディフェンスアジャストを見せましたな大阪府警4番角、芦間高校出身の選手です。愛知ゴールデンウィングスサードダウン14、パス不成功。愛知ここでクォーターバック13番再びパスでした。ターゲットは10番でしたが、このパスも通らずパス不成功になりフォースダウンと変わります。愛知ゴールデンウィングスフォースダウン14、パントフォーメーションを選択します。大阪府警リターン、ナイスリターン。愛知低いパントを蹴りリターンを避けようとしましたが、これを大阪府警14番が見事にリカバー、右サイドライン際をきれいに駆け上がって大きくリターンして攻撃権を確保しました。見事なリターンを蹴りました。大阪府警14番は高倉、近畿大学出身。現在負傷者が発生してのレフェリータイムアウトが取られています。2022今回の X3配信に関しましては X3 ウエスト全13チームの協賛企画によって実現しております。この企画にご賛同いただけている方々を今画面上に映させていただいています。ご協賛ご協力ありがとうございます。この活動は現在も継続させていただいております。その申し込み欄をこの配信の概要欄のところに URL としてリンク先として掲載させていただいております。
ご意思ある方、ぜひふるってご協賛いただけますようよろしくお願い申し上げます。この配信に協賛しまして、配信させていただきましたのが私、道楽やりちゃです。拙い部分がありますが、ぜひ皆様ご視聴の方よろしくお願いしたいと思います。レフェリータイムアウトを解けまして、大阪府警の攻撃で試合再開となります。相手陣45ヤードからファーストダウン10。キュービーさん、大阪府警ここでパスプレーを投じようとしてクォーターバック8番ドロップバックしました。しかしこれを読んだか愛知90番がキュービーサック、大きく約6ヤードのロストしました。クォーターバックサックを決めました愛知ゴールデンウィングス90番は松本、大阪工業大学出身。大阪府警自陣49ヤードからセカンドダウン16。ナイスタックル。クォーターバック8番ドロップバックから再びパスを狙おうとしましたが、プレッシャーからスクラムル。しかしこれを愛知見事なディフェンスアジャストにより約1ヤードさらにロスを奪っています。タックルを決めましたのは愛知ゴールデンウィングス17番若月、静岡大学出身。大阪府警サードダウン17、攻撃権更新に残り17ヤードのシチュエーション、果たしてどのようなプレーを選択するでしょうか。ここでランニングバックへトスして左オープンへのスイープレーを展開しました。託されたキャリアは4番、しかしこれは愛知ディフェンス集まりよくノーゲイン、フォースダウンに変わります。大阪府警フォースダウン17、パントフォーメーションを選択します。託されたパンターは6番の選手です。6番平石、このパントはリターンをせずフェアキャッチ、キャッチした地点までとしました。従いまして愛知自陣28ヤード地点からの攻撃と変わります。担当しましたのは大阪府警6番の平石、流通科学大学出身のプレイヤーです。攻守変わりまして愛知ゴールデンウィングスの攻撃に変わります。ボールオン自陣28ヤードからファーストダウン10。まず中央へのプレーをチョイスしました。キャリア30番ハンドオフを受け約3ヤードのゲイン。キャリア30番は近藤、愛知大学出身。愛知セカンドダウン8、ボールオンは自陣30ヤード。大阪府警ナイスディフェンス。ここで再び中央へのランプレーを愛知狙いました。しかしこれは大阪府警ディフェンスアジャストよく約2ヤードロスとしています。ここで第一クォーター終了です。第1クォーター終わりまして愛知ゴールデンウィングス0点、大阪ガスシールズ0点、
両者無得点で第2クォーターに移ります。